こんにちは、デリッシュキッチンです。王道焼きおにぎりを作ります。まずご飯お茶碗2杯分を用意し、醤油大さじ1を回しかけ、よく混ぜ合わせます。これを4等分にしましょう。ラップの上に4分の1量を乗せ、包んだら固めにおにぎりを握ります。計4つ作ります。バットに並べ、片面5分ずつ乾かしましょう。器にみりん大さじ1、醤油大さじ2を加え、よく混ぜ合わせ醤油だれを作ります。フライパンにごま油大さじ2分の1を熱したら、おにぎりを入れましょう。弱火で両面焼き色がつくまで焼きます。上側に醤油だれをハケで塗ります。塗った面を下にしましょう。タレが乾くまで焼きます。同様に交互に片面2回ずつ、こんがりとするまで焼いたら完成です。以上、デリッシュキッチンでした。